さあ、それでは続きをやっていこうと思います。ちょっと連チャンな感じになっちゃったね。ウルトラセブンポインターを作るダイキャストギミックモデルでございます。56巻でございます。さあやっていこうと思います。ふう、さあ行くぜ、さあ行くぜ。今度は何やるのと、キャビンフロアの配線と取り付けですね。さあやっていこう。ちょっとね、めんどくさそうだったから、まあちょっとね、動画にしようかしらなんつって思ったりなんかして、中に入ってるキットはこんな感じなんですけど、これのうちの全部を使うわけではなく、中に入ってたこちらですね、この線とこれと、多分ネジもそうなんじゃないかな。だけどこれはちょっとしまっておきますかね。よしよしよし、終わった。よしで、ちょっとめんどくさそうなの、これをまず4等分に切れなんつって書いてるので4等分に切りますか。両面テープですね、まあ、大体適当な感じでいいと思うんですけど、ピーッとで、ここもピーッとピーッと、よしというのをね、どうでもいい話を踏まえながらやっていこうかなと思うんですけど、いやー、もうちょっと乾燥してきたね、空気はちょっと喉がって感じになるね。いやー、どうですか皆さん、風邪ひいてないですか。まあ本当ね、気温のね変化が激しくてね、そうやっぱね、頭痛とかにねなりやすかったりなんかしちゃったりするんだよね。この気圧差でやられてしまう。ちょっとこれあれか、爪楊枝でこうやってしっかりつけておいてあげるか。こうやってね、よしよし、やだやだ、本当ねこの時期温度差が激しくて、やっぱ湯上がりでさ、寝たりするとね、こう体がねポカポカしててさ、ちょっと薄着な感じで寝ちゃったりなんかしてさ、でやっぱりちょっとこうね、朝起きたら寒いみたいなさ感じになるのよね。あれだけはちょっと気をつけないと、ほんとそのまま風邪ひいちゃったみたいな。まあ多分私が今そんな状態かな、まあ、風邪はひいてないんですけど、やっぱり頭痛がねしたりとかねするんでね、体が固まっちゃうで冷えてね、やだやだ。昼間はさ結構暑くてさ、たまんねえよ。えい、まあでもなんかあれだよね、女性の方ならわかると思うんですけど、秋と春がやっぱり紫外線が一番強いなんつって言ってね、言うじゃないですか。だからまあなんでか知らんけど、乾燥もし始めてさ、なかなかね乾燥肌、そうだね、クリームとかねちゃんとやらないといけないね。結構あれだよね、マスクしながら寝るっていう人もいるぐらいだよね。やっぱこの喉がさ、その何乾燥するからマスクして寝るみたいな。あの加湿器とかもいいと思うんだけどね、加湿器やると結構ね、窓ガラスとか結露してカビが生えたりだとかさ、ちゃんと掃除とかしっかり徹底してあげないとみたいなね、あるからさ。加湿器なんだけどさ、加湿器って絶対あのカルキが残ってさ、何最近だと加湿空気清浄機みたいなやつやない。まあうちのもそれなんだけどさ、水入れるとさ、でね使っていくうちにだんだんカルキみたいな、白い結晶みたいなのがね出てくるんだよね。あれちょっと嫌なんだよね。なんかそこにまたさ、その水を足していくっていうのがちょっと気持ちが悪くてさ、ある程度溜まったら捨てちゃいるんだけど、捨てるっていうかね、大掃除するんだけど。あれなんで、え、ちょっと待って、今両面テープがちゃんとついて、え、もしかして置いてきちゃった、置いてきちゃった、最悪。ちょっと先にこいつからつけるか。ついてるよね、ついてるねそうね、だからマスクしたままさ寝るっていう人がね結構いたりしてね。あの空気清浄機掃除するのって結構大変なんだよね。あれ結構嫌いだわね。ほら取れちゃった、残し置いてきちゃって、ちょっとここのまま置いて、これうまいことやるか、はい、
コロコロコロっと転がして、これならいいでしょう。 OK。 でどの道こいつをね剥がしてくっつけるっていうことをしていかないといけないので、こっちからやっていくか。曲げた分綺麗に剥がれやすいな。よっこいしょ。でこの線が2本あって、2本は違うと、コードは9本が3番の方、今から貼るのは2番の方だから7本の方ですね。細い、少ない方、これか、白い線が混じっている方ですね。これをこう向きに見ての、このシワをちょっとこう気に入らない、曲がり癖がこうね、ちょっとこう軽く直してあげよう。でこれをこれどのぐらいにこうやってピンって伸ばすのかな。書いてない、まあ適当か。線、白い線が下の方に来る、この辺でこのぐらい出しとけばいいのかな。一応両面テープでこう軽く固定できるようにはなってんだねじゃないと多分あれなんだよね、後でくっつけるときに挟み込んじゃってね、断線の恐れがあるとかそういう話だろうね。あ、ここくっつきが悪いな、さっき外れたからね。こんな感じか。でこっち側も反対側もやるよっつってねなんか喉変だな、感想かな。あとやっぱり全然喋ってないとさ、喉がおかしいっていう風になる時もあるね。声が出ないっていうかさ、うまく出せないっていうか。発声練習がいくわ。こう向きに見て、このままの向きで OK か。雨氷でさ、ご利益市っていうのがあってさ、それが今日やってて、まあ通り道で見たんだけどさ、人来てんのかなとか思いながら、なんかあるの商店街を一個ね、その時間的にちょっと潰しちゃって、その間にそこで市場を開くみたいな、一回だけ行ったことあるの、物珍しさにそういうのが やるよみたいな感じで。だけど週に、月に何回かやるんだよね。2回か、そんぐらいか。で、ちょっと待って、このままこれをつけたら、今度はこれをひっくり返して、ついにシャーシの方につけていくよっていう形になってるので、マフラーがこっち側、後ろ側になるので、これを、この、もう、狭い。机の上が狭い。このままういてるちょっと待ってね、ういてる、これむずくない？これなんかマスキングテープで留めた方が楽な気がするんだけどな。マスキングテープだったらね、そんなに苦にならないと思う。ちょっとマスキングテープで止めようか。ちょっとダメだ、うまくいかない下手くそ、鍋さんが。じゃあ見て、今こうやってさ、四苦八苦してたじゃん、その間にこんだけ剥がれてんのよ。ほとんど剥がれてんのこうじゃないんだよ。ちょっと、あ、これじゃない、こっち細い方のマスキングテープにしよう。これでさ、ここでこうやって止めといてあげればさ、これきっと邪魔になんないでしょ。こうやってやっときゃ、ね、これでもこうやって、あ、ここだとちょっとできないね。ここでこんな感じでこうやってやっておいてあげれば、ここでもいいような気がするんだけどね。まあとりあえずはいいでしょう。マスキングテープ大好きだね。もうあ、ネジがかかるし。
マスキングテープって剥がそうと思えば綺麗に剥がれるしさ、意外と保持力も高くてさ、結構万能だよね。使えば使うほどすごい重そうやって。ゴミが。よいしょ。で、ここにね、ほら安定してできる。こここうやってやるんだけど、この飛び出てるやつはこれこのままでいいのかな？多分。ここはね、こうやって、見えてないね。ここの部分はこうやって飛び出すみたいな感じに説明書上なってるので OK だと思うかな。だけど、見た状況、2本が緩やかに曲がって内側に引き込まれているコードを強く折り曲げるとトラブルが起きるので注意する。ああ、なるほど。要はこっち側に、今のね、この曲げたやつを急激に曲げてしまうとダメなので緩やかに折り曲げてくださいねって書いてる。なるほど。 OK で、ここをネジで留めるよ。このついてたやつですね。付け根がくしゃくしゃで、ういっくいしょ。いやー、でもほんと形になっていくといいね。こんだけ大きいとまた置き場に困るな。やべえな。これでも位置が合ってない。もうちょっと前、こうだ、ここだ、パチンっていった。 OK。 あ、コード噛んでる。よし、前の方ね、さっきの。よし、でこれでネジをこうね止めてあげるよと。ちゃんとシートで隠れるようになってんだね。これでこの線も噛んでないっぽいからね、さっきの。なんかそのご利益位置いいのかな。なんか行ってもさ、なんか結構物が高くてさ、その時ね、もうずいぶん昔だけどね、行ったの。なんかちょっとうーんって感じで、もうまあ次いいかなみたいな感じになっちゃったんだよな。なんかちょっと特別な面白いものとか置いてあったりするとなんかテンション上がるんだけど、まあもういいかなって思っちゃうぐらい、あぐらいのレベルだったんだよね。もう少しなんかって感じがした。なんかああいう食べ物イベントやってくれるといいんだけどな。なんかあの出来合いっていうか屋台っていうほどじゃないけどさ、ああいうキッチンカーみたいなのとかでね、ああいうのやってくれると結構俺は行きたいなって思うんだけど、そうじゃないとやっぱりちょっといまいち。よし、ということでできて、前回作ったこのシートですね、こちらをはめておしまい。これが前だったね。これはめるだけなの？ギュッ。あ、はまった、しっかり。 OKOK。 よし、という感じですね。まあなんとかなりました。ちょっとでかすぎて今どういう状況か、まあ、写真見てもらうと分かるんですけど、このような感じになっております。素晴らしい。いやー、ついに来たね。この内装もくっついていい感じになってきた。サムネどうしよう。こんな感じにしておくか。こんな感じいいね。重量感もあってでかいな。やっぱりさすがにでかい。いいよ。逆にこれはこれで私は好きなの、でかくてね。あ、ちょっと待って、ちょっと。よしよし。ということでですね、今回もあんま、もうほんと撮影の仕方を考えるとかな、見にくい動画になっちゃうから申し訳ないですね。ちょっと考えて徐々にやって変えていこうかなと思います。今ね、他にもちょっとね、案件抱えてるのがあるので、そちらの関係もあるんでね、もう少しこう大きいものがね、しっかり見えるような状況、撮影の仕方っていうのをね、研究していこうかなと思うので、またね、今後も見ていただけたらなと思います。ということでね、今回56巻だったんですけど、次回はリアシートの組み立てとなっておりますので、まあね、さっきちょっと付属されてたやつがこっちにつくかなっていうところなんでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、どうもどうも。